はじめまして、私、くの一のくの二と申します。本日、初陣にございまする。皆様、よろしくお願いいたします。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 取り目なもので、スマホを見ながらですね、進行させていただきます。よろしくお願いいたします。暗闇で働けませんぞ。さて、我ら岩出山武将隊建物は大崎市岩出山というところからやってきたのですが、皆様は大崎市岩出山をどのぐらいご存知でしょうか。先ほども長谷倉様からご紹介をいただきましたけれども、政宗様がこの仙台城を築城なさる前に居城していたのが岩出山城でございます。じゃ豊臣秀吉様の奥州仕置きで今話題の仕置きを受けたんじゃ、今話題の徳川家康様が城を改修なさったということで言われております。政宗様は仙台城築城前までの12年居城なされました。城下町ということで名物もいろいろございますが、岩出山の名物といえば小十郎さんは何かお好きなものございますか。うむ、水まんじゅうに泡まんじゅう、酒まんじゅうですな。まんじゅうばっかりじゃな。中のあんこが好きでございます。ですが岩出山にかりんとうというものがありまして、あれも食べ、あの缶に入ってるんですか。そうでございます。あれは食べたら止まらないでございます。あれがいいですよね。甘くて美味しいですよね。実は今日は出演の皆様へのお土産もミント缶のかりんとうをお持ちいたしました。そうじゃ、後で皆様で召し上がっていただきたいと思います。あとはやっぱりロイズのソフトクリームですね。あれは美味しいぞ。ウソドンの、いやそうですな、今日も大変蒸しますが、やはり暑い時はソフトクリームに限りますな。この前はロイズのソフトクリーム10本食ってたな。あ、バレておりましたか。やはりロイズのソフトクリームといえば、あら伊達な道の駅でございまする。あら伊達な道の駅といえば、8月13日から15日の間、あら伊達な夏祭りを開催してございまする。皆様どうぞお越しくだされ。我ら岩出山武将隊建物も13日の午前中に出陣いたしますので、皆様ぜひ岩出山あら伊達な道の駅にお越しくださいませ。賑やかになりそうじゃな。そうですな、岩出山にはあら伊達な道の駅のほかに竹工芸館や優美館、そして感覚ミュージアムなど見どころがいっぱいじゃ。そうですね、さようでございます。我ら岩出山武将隊になくてはならない刀をたくさん集めた中鉢美術館もございますね。そういえば刀と申しますれば、先月開催されました大崎市新庁舎で開催された目で見る日本刀の教科書展という刀剣展が開催されましたな。あったな。それがしも参りましたが、長谷倉殿も参られたそうでございまする。そうじゃな、殿何と申しましたでしょうか。殿のこの刀、あれか、大国から広い。それでござりまする。あれはいい刀でございまするな。わしも見に行ったぞ。それがしも欲しくなりました。それがしも欲しくなりましたな。展示された刀の数ではギネス記録に載ったそうでございます。岩出山の中鉢美術館にも興味深い刀がたくさん収蔵されておりまする。さて、今宵ここには武将好き、歴史好きの方がたくさんいらっしゃると思いますが、ここで岩出山武将隊名物のルスッチクイズと参りたいと思います。よルスッチ、ルスッチ頑張れよ。なるほど。では僭越ながらそれがしが出題をさせていただきたいと思いまする。